なんかひろゆき嫁が漫画描き始めたそうじゃん。そういうの嫌いなタイプだと思ってたわ。まあ好きか嫌いか見てみないとわからないっていうのは多分ありますよね。はい。あとなんだろうな、自分が相手からどうやって見えてるかっていうのって、その直接言われるのとその客観的な表現によってこう伝えられるので、多分なんか伝わってくるものが違う気がするんですよね。はい。